はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、続きをやっていきます。五の雫迷いがからですね、北条蓮になります。民族学者の家にたどり着くということでやっていきましょう。まあ、読めね、何層だったっけ。なんとか層で手に入れた書物から氷上山に移り住んだという民族学者の情報を手に入れた蓮。氷上山に伝わる消えた家の噂、その噂を頼りに淵の森へと向かいます。ノーマルで持っていくものは14426124909012あれば、まあまあまあ大丈夫でしょう。ノーマルは多分大丈夫、このままで。五の雫迷いが北条蓮、真ん中に箱が置いてあったね。弔い写真の調査をきっかけに氷上山に移り住んだ民族学者の存在を知った、レントルイ。民族学者渡来刑事、彼の残した文献に手がかりがあるかもしれない。二人は調査を進める中で民族学者の家の存在につながると思われる一本のビデオテープにたどり着く。自ら命を絶った姫野さん、首を吊りそうになったルイ、共通して目撃された巫女姿の女性の霊、ユーリが見たという百瀬さんが閉じ込められていた黒い箱、山の核が関係している、山に住んでいたという民族学者渡来刑事、彼の書物を調べれば何か起こるかもしれない。ルイが見つけてきたビデオが机の上に置いてある。民族学者に関係するものらしい。目を通しておこう。なんか早速なんか反応してっけど、この反応がマジでわからん。まあ、とりあえず目を通しておこう。ビデオテープ、その解説書、氷上山に関するものらしい。あ、ビデオが始まった。え、これあの洞窟の中行ってんの？この家、前に来た時はなかったと思うんだけど。どれくらい前に来たんだろう。お邪魔します。いや、不法侵入だぞこれ。入ってみたいと思う。勝手にもう人が住んでないと決めつけるのは良くないと思うけど。人は住んでいないようです。いや、分からないで入ったのかよ。うおお、怖いから触りません。いや、こんなんなったらもう速攻逃げ帰るよ。一人で来たのかな。箱、階段を上がってみたいと思います。2階に着きました。左にいるね。こいつは多分気づいてないな。いなくなってる？本がいっぱいあります。こんな本です。難しそう。
登ります。これビデオカメラ持ちながらどうやって登ってんの？超器用だな。はい、こんな風になってます。おルイの文字で書かれたレポート、ビデオの解説書らしき紙。廃旅館で見つけた日記にあった氷上山に住んでいた民族学者、オカルト系の本に名前などの情報があった渡来刑事。氷上山信仰と呼ばれる謎に取りつかれ、山中に家を建て住んでいた。日記にあったように行方不明となる。その後ある噂がささやかれるようになりました。彼は事故などにあったのではなく、山の近畿に触れその家ごと隠されてしまった。その噂は氷上山の迷いがと呼ばれる都市伝説。 C の本土は不明。迷いがに迷い込んだ人が残したビデオテープというものがあるとのことで調べました。オカルト系では有名なビデオ。出版社に問い合わせてみたところ返答がありませんでした。加賀美瑠様、お問い合わせありがとうございました。お探しのビデオは廃盤になっておりますが、わずかながら在庫がございます。このビデオを発売したところ反響が大きく、様々な問い合わせをいただきました。こんな発売したの？ビデオの撮影者、投稿者は不明。テープは氷上山の川の近くで見つかった。水に濡れて再生できない箇所が多く、再生できる箇所を編集してある。ビデオのマスターは警察に押収されました。警察による山中の捜査もなされましたが、撮影者も現場となるこの家も発見することができなかった。なお現在淵の森は侵入禁止区域となっている。むやみに立ち入ってはいけません。編集部、柿本さん。ビデオの冒頭に映っているのは山の中腹にある片城神社ではないかと思われます。次に一瞬映る洞窟については詳しくは分かっていません。ただたどり着いた家には大量の書籍があることから、この家は渡来刑事が住んでいた家である可能性は高いと思います。電話、待てるか。北条です。ねえ、榊か。最近連絡がつかないからどうしたのかと思った。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。結婚？お前が？ああ、ずいぶん急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から。黒電話なのにコードレスだったな。迷いが。片城神社から洞窟、ユーリが通った道と同じかもしれない。とりあえず行ってみよう。とりあえず行くか。もう絶対行きたくないんだけど。どれだ、拾う。手帳が落ちていた。片付けの時に落としたんだろうか。読んでもいいのか。先生はよく夢でうなされている。あんまり話してくれないが、昔からずっと見ている子供の頃の夢。先生は子供の頃、夏の間は鍵呂山の麓の親戚の家で過ごしていた。古いぼやや山の神社で遊んだり、祭りにも行ったことがあると何かの折に話していた。先生が子供の頃の話するのは珍しかったのでよく覚えている。あの時の祭りの夢なのだろうか。私も子供の頃祭りに行ったことはあるけど、楽しい雰囲気しか覚えていない。でも先生の夢、先生の見る祭りの夢は楽しいものではないような。いつも見るなとうなされている。確かに先生はじっと見られることが苦手。女性に見られることを避けている。黒沢さんや小塚田さんと話す時ですらたまに目をそらしている。私の時は大丈夫。夢で先生を見た女性がそんなに怖かったんだろうか。だけか、アイテムは。一応持ってんね。弔い写真の情報も何か手に入ればいい。あれ、ルイも一緒に来てる。まあそれは一人じゃ来ないよね。
一緒に弔い写真を探していた方ですよね。行方が分からなくなった。生きていることが分かってほっとしました。しかも結婚するんだよ。これアヒテムとか取りに戻った方がいいのかな。そもそも男ってんのかな。まあいいや、神社にそのまま向かおう。俺は走っていくぞルイ、お前もついてこい。でいきなり向かっちゃっていいのかな、あの地下へ通じる道へ。え、強い力で閉ざされている。どうすればいい。こっちとか行けんのか。こっち行けるな。ルイはほっといていいのかな。ほっとくぞ。ルイは手ぶらだな。お前も懐中電灯持ってた方がいいと思うんだけど。あ、ここ開いてんじゃん、いつの間にか。話しかけないで。私今死んでるんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私は、ふん、じゃあ遊ぼう。これがあなたの人形ね。あなた自身が人形になるの。今度の遊び、あなたがちぎるお相手を探すんだって。この三人衆ちょいちょい出てくんな。ちぎる相手、ルイがいない、どこ行った。調べる。人形が並べられているだけ。こっちはいけないよね。いける？体内洞窟を降りられる。今ルイを探さなくては。そうだよね、しょうがない、行くか。同じところかな。とはいえ全く同じにはならないんだろうな。下こっちから降りられたよね。そう、こっちから戻ってきたもんね。どうやるんだっけ。これでこうだよね。ちょいと日が空いてるんで、そもそも操作方法で上の参拝。ここはもう閉じられてる。これ下へ降りられるのか謎。まあいいや、行こう。ここで現れるか。現れない。こっち。あれどこだ。あれなんか開けるとかある。
なんか何もない何もないっていうかなんかはあったよね。ここなんだ、ちょっとマップ見ながらじゃないとわからん。これ新しく来たとこか。一応こっちにも行けるけど、調べる。人形、これ直接地図って見えなかったっけ。こうか。あ、で一応こことここはつながってんのか。なんか右から行くか左から行くか。ユーリの時なんかあれだよね、水みたいなところ行ったけど。まあ、押し入れ的なあれかな。なんかあるん？なんだ？何かが反応している。関係ないよね。お、これちょっと待って、服式が使ってしまったよ。カンカンカンってなんなかったっけ。ちょっと待ってちょっと待ってね、合わせるのが難しい。これでこう。あれ、ルイ出てきた。先生てくれたんですね。大丈夫か。はい、迷い以外の道を探そう。ユーリの話では拝殿のあるひな壇の下に洞窟への入り口があるはず。もう戻るだけだよね。さて、この戻り道がちょっ、うお、逃げていく子供、誘われている。まあ、来た道を普通に戻りますか。おお、いるいるいる。無理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 、構えてないと無理だなこれ。あ、これ普通に敵ですね。来て来てる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 。ほら、フェイタル。稼げ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 。稼げない。ちょっと待って、ちょっと待って。単回避して、ルイ、お前。フェイタルがあるけど、うまいタイミング効かない。フェイタルの時に、あ、消えたか。こっち、どっち。よっしゃとか思ったら全然遅かった。一歩遅かったか。ルイが近い。てか、おお、お前。襲われてる？めっちゃ襲われてる？倒した？倒したね。ルイがいなくなっちゃったよ。まあいいだろう、ついてきてくれるはずだ。いるね、頭が見えた今。で、ここだよな。見つかった。君は、も
もしかして…どうして持ってきてないの？私の様子がなくしてしまったの。約束したのに。帰ろうとは言わないのか。で、洞窟入って洞窟抜けんのか。じゃあこの前は姫野さん連れて戻ってきたけど、先生はいけないよね。箱がある。で、ここも閉ざされてる。行けるだけ行こう。から出てくるか。この奥には鍵、射撃が反応している。これがいつも難しい。開いてる。あー、すぐそこの箱じゃね。これだって3つ置いてあったもんね。ってことは開くんか。調べる。開いたー。元気に飛び出してきた。とりあえず一発ぶちかます。いや待て、じゃあもうちょっと、いや掴まれてる。この野郎。しかしチャンスはチャンス。一発撃って半分くらいか。もう一発食らったらちょっとやるか。あ、距離が遠いか。少しずつダメージ与えていこう。てか一応の枚数が足んねえ。食らえ。なかなかタフだな。下結構動く。よし倒した。地道に。あ、見とれる。これ、あ、見とれはしないか。札の鍵、まあそこだよね。近くてよかった。なんかいちいち戻るのもめんどくさいし。というかフィルムの枚数が結構きついな。読めないけど。これ何これ。ついた。先生、迷いが。
探そう。誰かいるんでしょうか。ちょっと行こう。ここで一旦あれだよね、セーブされてるよね。というわけで、ちょっと今回は2部構成にしようかな。一旦ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回は、迷いが家の中へ入っていきたいと思います。